はい、どうも、不明だよです。新ツムでね、ロバ耳ピノキオが、登場しますけども、スキル1のコイン稼ぎ力が、まあ、結構強いんで、そちらを、紹介していくやつです。ガジェットよりかはね、まあ、強くて、さすがにパイロットルークにはね、かなわないんですけど、まあそれでもね、かなり強いんで、アイテムなしのやつやっていきたいと思います。はい、ということで一発撮り2連続プレイでやっていきます。まあね、2000枚は超えるはずです。まあ、1回やって2000枚超えてるんで余裕です。で、まあスキルがいかに回るかとロンチェができるかどうかにかかってくると思うんですけど、よしよし、いいね。ああ、いい感じ。もうね、ロンチができるかどうかだいぶ重要なんで、これ使っちゃうか。うわー、もったいないことしたかな。ダメやったー。いや、あと1個かい。いや、繰り越しもできてない。なんてこった。いや、マジか。やったな、やったな。よし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 。いや、さすがにあと1回は無理か。2300、もう一回本当はスキル使いたいんだけど、そうすればまあ3000枚弱ぐらいまでは伸びんのかなという感じです。ちょっと待って、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 バカ野郎だよ。ちょっと待って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 、おい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 、これ、21倍これ。バカ野郎。いやー、ちょっと待って。マジか。そう。もう一回やるけど、もう一回やるけど、なんでこれで21万。マジかよ、マジか。ちょっと惰性でやるか。もういいや。もうちょっと計画が変わりました。ちょっと、あー、ショックでけー、ショックでけー。ガチかよ。てか54あるとめっちゃ使いやすい。あぶね、最後なされた。ショックすぎるだろう今の。マジ？ショックすぎやてこれ。よし、繰り越しはできてる。ショックでかすぎだよこれ。
よしよしよし。引きずるわこれ。これ引きずるわ。発動数がさ重すぎるんで、もしかしたら54あった方がいいかもしれないですね。繰り越し。あ、やっちゃった。もうワンフィーバー挑戦してもう一回スキル使えて、まあ4000枚弱ぐらいいけるかなっていう感じ。うっそーもうそんなところ、それどころじゃねえんだよな。僕ガストンスキルマスカー持ってるアカウントで、ちょっとわざわざスキル1の新ツムをちょっと紹介する動画を撮ったまあ一応動画のネタになったからいいか不本意な動画のネタになったけど、いやー久しぶりの高倍率だったのにな。はい、という感じで、久しぶりの高倍率動画になりました。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ショックすぎるなマジでこのアカウントってパイロットルークスキル3ぐらいまでは自力で持ってきたいと思ってて、850まで足りるかなっていうのがねあるんでね。いやー、その20万欲しかったな。はい、ということでありがとうございました皆さん。